この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは。3月23日火曜日の昼時おいたの時間です。とっても気持ちのいいお天気ですよね、はい、青空も広がってますよね。先週桜の開花が発表されてから、うん、本当にちょっと外に桜を見に行くのが習慣になってきていますよ、うんうん、楽しみですよ ね。結構県外ではもう桜が満開のところもあるようで、そうね、一日一日で桜の咲き具合も変わってくるので、うん、この時期はお出かけもワクワクしますよね。今日はそういったお出かけにぴったりな情報も届けていきますよ。ではまずは中継から呼んでみましょうね。西村さん、はい、私は今大分県立美術館オーパムにやってきています。今回ご紹介するのは今日から始まりました聞こえぬ声を救う首藤明の収集と絵画展です。首藤明さんはこの番組の中継でもおなじみのホームワイドの前身横満ホームセンターの創業者。今回の展覧会では実業家である首藤明さんが長年にわたって収集してきた貴重なコレクション、そして自身が手掛けた絵画作品をお楽しみいただける明さんの初めての個展となっています。さあ今日の中継で展覧会の紹介をしてくださるのは明さんの息子さんお二人です。どうぞよろしくお願いいたします。さあご紹介させていただきます。まずは建築家で今回の展覧会の総合プロデューサーを務めていらっしゃいます首藤康介さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして世界的バレエダンサーとして活躍されています首藤康之さんです。今回展覧会でトークイベントも行われるということで本日お越しになっております。ということで今日の中継は22分頃から素晴らしい展覧会の様子ご紹介いただきます。皆様のお越し、皆様のぜひご覧ください。スペシャルなゲストもね、ま、登場しますので、はい、中継ぜひ楽しみにしていてください。その他のラインナップです。今日も With You With 大分、今私たちにできることのキーメッセージでお届けしていきますよ。気になる話題をピックアップする特集では春のプチギフトをご紹介します。そしてスタジオには賑やかに彩ってくれるチューリップがやってきているんですが、尾形町チューリップフェスの話題もお届けします。どうぞゆっくりとお付き合いください。さあそれではお待たせしました、中継ですよ。西村さん、はい、ここからは中継です。今日から始まりました展覧会首藤明の収集と絵画展の魅力たっぷりとご紹介していきます。改めましてご紹介は今回の展覧会の総合プロデューサーを務めていらっしゃいます首藤康介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあここからはちょっと下のお名前で呼ばせていただきたいと思うんですが、康、はい、介さん、はい、開催初日を迎えられて、はい、改めていかがですか。そうですね、11月から実行委員会で準備をしてまいったんですけれども、はい、ようやく今日にたどり着いたと、みんな嬉しく思っております。はい、開催初日から多くの方々がいらっしゃっていますが、はい、今日は初日ということで開会式も行われました。はい、県知事、市長はじめ多くの方々がいらっしゃいまして、はい、お父様も登壇されていたんですが、はいはい、改めてこの展覧会どういったきっかけで開催が決まったんでしょうか。そうですね、父が、絵画を描き始めて100点以上の絵画がたまってですね、それを、まあ、友人知人にプレゼントしていこうと、そしてその絵がそれぞれお嫁入りする前に一箇所に集めて展覧会をしたらどうかという地元の声に応えまして、今回の企画となりました。はい、本当に数多くの作品が展覧会場には並べられているんですが、今回は聞こえぬ声というテーマで構成を考えられたと伺っています。はい、まずこちらいるのが木のゾーンなんですが、はい、こちらはどういったゾーンになっているんでしょうか。そうですね、聞こえぬ声の木、はい、奇跡の木、起こる、はい、ということで、作者である首藤明の履歴や、原風景を描いた絵、そのような絵を展示する、はい、導入のゾーンになっております。入り口からなんだか落ち着く空間ですよね。そうですね、間仕切りを多くして狭くすることで、はい、家にいるような居心地で、展覧を楽しんでいただくと、そういう企画になっております。はい、会場の皆さんもゆっくり今作品を楽しみいただいていると思います。はい、さあそしてその奥がこのゾーン、はい、ここが私一番気になるゾーンなんですが、はい、こちらは改めてどんなゾーンなんでしょうか。こちらは古美術をモチーフとした絵
とそのモチーフとなった古美術を展示している図になります、はい、どんな古美術が並んでるんですか。これが主に奈良時代から安土桃山時代の壺ですとか古道、人形、そのようなものが並んでおりまして、これらは作者が存在しない、作家が当時の作家とは呼べない陶工が作ったものなんですけれども、そこから何か聞こえぬ声、何か聞こえぬ声を救っていただきたいなと思ってこのような展覧会のタイトルとなりました、はい、そして展示方法もユニークですよね、はい、このダイナミックさ。そうですね、はい、大分国東特産の、七島藺という畳表、はい、戦とはちょっと違う野生的な香りがするんですけれども、はい、その上に、古美術を展示することで、ガラスケースなしにそのものの表情を楽しんでいただきたいと思いまして、このような展示方法を思いつきました、七島藺のいい香りもするんですけれども、この中で注目の作品がこちら古美術なんですね。そうですね、今回作者である首藤明が一番多くモチーフとして、描いている、古道、昔の太鼓なんですけれども、音を奏でる楽器であったんですけれども、これを父が絵の中では花器に見立てた花瓶ですね、花器に見立てたり、もしくは憧れの古美術に見立てたりして、絵を構成しているということで、今回のメインの場所に持ってきております。そうですね、古美術の周りを囲む絵画に多くこの太鼓が描かれています。こちらご覧ください。こちらにも3つの絵がありますけれども、実際に描かれてますね。そうですね、似ても似つかぬ絵もあるんですけれども、そして絵の横には実際にアキラさんの言葉も添えられているということで、こちらもゆっくり皆さんにお楽しみいただきたいと思います、そして絵の横、気になるスペースがありまして、実際に使われていた画材でしょうか。こちらはどういったスペースなんですか。そうですね、こちらが、作者が東京のテラスで、作画をしておったんですけれども、その時の画材や、イーゼル等を、展示空間として再現しております、実際にこういう場所で描いていたんだなとこう想像するだけでちょっとワクワクしますね。そうですね、想像の場でございます、さあ、そして今日の中継が見せられるのはここまでなんですけれども、この他にもさまざまな展示があるということで、実際に康介さんが作ってくださった模型を今日持ってきていただきました。では一緒にオープンをできますか。いきますよ、せーの、オープン。はい、こちら展覧会場の縮図となってるんですよね。そうですね、50分の1の模型になっております、今私たちがいるのがこの場所なんですが、この絵の大きさとかも実際のものを、そうですね、50分の1に縮小したものを、模型としまして、この模型をもとに展示構成、間仕切りの位置、展示の、順序ですね、そういうものを考えて、セカンドバージョンのモデルになります、なるほど、素晴らしいですね、こんな細かい作業、ありがとうございます、さあ今回ご紹介したところ以外にもまだまだたくさんの絵が飾られております。ぜひ皆さんゆっくりと展覧会場を歩いて見て回っていただきたいと思います。ではおしまいに視聴者の方々へ展覧会どのように楽しんでいただきたいか一言メッセージいただけますか。はい、大分県立美術館オーパムにて28日まで無料にて開催しておりますので、ぜひとも足を運んで、この空間を生で体感してくださいませ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今週末までですので、皆さんお早めにお越しいただければと思います。さあ CM の後もスペシャルゲスト登場します。この後もお見逃しなく。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからは再び中継です。ここからはスペシャルゲストにご登場いただきます。世界的バレエダンサーの首藤康之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、お会いできてとっても光栄です。僕も光栄です。ありがとうございます。お願いします。さあ、今回の個展、お父様の初めての個展ということなんですが、初日迎えられていかがですか。そうですね、兄とちょっとこういろいろ、作品集めて作り上げてきたので、ちょっとほっとしてます。そうですよね。やっと展覧会が始まったぞということだと思うんですが、
須藤康之さん、世界的バレエダンサーとして皆さんご存知の方も多いと思うんですが、大分の方はこちらのある映像をご覧になったという方多いんではないでしょうか。こちらご覧ください。これはオーパムが開館した時のプロモーション映像、踊るミュージアムに康之さんご登場されてましたね。そうですね、当時のこと覚えていらっしゃいますか。覚えてます。もう本当に1日の撮影だったんですけども、はい、ちょうどね、まあ、冬ではあったんですけども、すごい光もいい感じで入ってて、最後の撮影の時にね、ちょうど外の撮影の時に雪が降り始めて、すごく僕自身もなんかこう神秘的というか、なんか夢の中で踊ってるような感覚になれて、ちょうど踊るミュージアムという企画でこの県立美術館スタートしたので、何かすごいですね、感慨深いものがありましたけど、はい、大分で雪ってなかなか降らないので。そうなんですよ、びっくりしました。本当にすごいタイミング、はい、すごく僕も、ね、大分生まれなんで、はい、雪がとか降るとやっぱりワクワクするので、そうですよね。はい、何かこう踊りの方も少し変わったんじゃないかなと思いますけど、はい、さあそんな思い出深いオーパムでお父様の初の個展が開催ということで、何かご縁を感じますよね。すごく感じますね。すごく不思議な、まあ、父はもともと実業家で経済の人だったものですから、はい、まさか美術館とは全く関係のないような仕事だったので、はい、でもまあこうやっていつ描いたんだっていう作品の数があって、はい、もう僕自身もびっくりしてるんですけど、はい、そしてそんな数多くの作品の中にご家族を描いた作品も多くあるということなんですが、これがこのゾーン、どんな作品が並んでるんでしょうか。そうですね、僕の踊ってる作品の絵もあるんですけども、うん、まあ、ほとんどが母の絵で、はい、ほとんどそうですね、もうモデルがどれだけ好きなんだっていう感じがしますけども、はい、テーマに恋という文字もありますが、ちょっとキュンとしますね。そうですね、はい、もちろん、まあ、父が仕事してる時はずっと母が専業主婦として支えていて、はい、何かこの作品を見てね、うん、何か父が母への何かこう愛情をこう示してる、なんか言葉では示せない、何かあまり父って無口であまり喋らないんですけども、こういう作品とか絵を通じて何かこうメッセージとかを発信しているような気がして、何かすごく2人のいい関係性をこの絵画を通して感じたという感じですけどね、はい、そしてその中には康之さんを描いた作品もあるということで、はい、1枚火の鳥という絵をご準備させていただきましたが、これはいつ頃の。これはもう1994年に初めて踊ったんですけども、はい、その時の舞台を父が東京だったんですけども、うん、見ていて、はい、でそれが素晴らしかったから何か舞台写真ないかと言って僕は渡して、それで描いた絵なんですけども、はい、うん、これもまあさっきの母の絵のと同じで、父は舞台の感想はあんまり言わないんですけども、この絵を見て、あ、父が僕の踊った火の鳥っていうのはこういうふうに感じていたんだっていうものを、うん、何かやっぱりこういう絵とか僕のやってるダンスとか舞踊もそうですけど、何かこう言葉ではこう表せないものを何かこう表せてるような気がして、何か何かこう尊いメッセージのようなものを何か僕自身この絵を見ていただいた、父にいただいたという感じですけどね。はい、そういうエピソードを聞くと私も改めてこの後ゆっくりこの像を拝見したいと思います。ぜひゆっくりごゆっくり見てください。さあここからはですね、はい、時間の許す限り、はい、せっかくなんで康之さんに聞きたいことを視聴者の方からいくつか伺ってきましたので、数が多かったもの、はい、3つピックアップしておりますので、はい、お答えいただけますでしょうか。はい、はい、まずは1つ目、じゃじゃん、バレエをしていて一番楽しいと感じる瞬間ありますか。そうですね、はい、もちろん作品本番を迎えるために稽古をたくさんするんですけど、本番ももちろん楽しいんですけど、僕はもう稽古がすごく好き で稽古以上にその普段のバレエって基礎トレーニングがあるんですけども、基礎トレーニングが本当に好きというか、僕自身のもうなんか日課になっていて、それをしないと何かこうなんかこう
毎日水を飲んで歯を磨くようにもうそのぐらいの何かルーティンみたいになっていて、なんかこう僕にとってすごくこうニュートラルに戻してくれる、あのバレエのレッスンっていうのはあのそれぐらい大事なものなので、何かもうこうバーという棒に捕まって屈伸運動のプリエというあの屈伸運動から始めるんですけど、それをしている時が一番幸せです、はい、そうなんですね、はい、それってきついものなのかなって思いがちなんですけど、いえいえもうそれがあるから他に広がっていけるような感じがして、はい、ちなみにあの個人的に一番思い残っている舞台とかってあるんですか？そうですね、あの、まあ、もう本当その時踊ってるものが好きなんですけども、あの先ほどの父が描いてくれたあの火の鳥の振付家のフランス人振付家のもう亡くなったんですけど、モーリス・ベジャールさんという振付、素晴らしい振付家がいたんですけど、まあ、彼の振付のボレロとか、まあ、彼の作品は本当に全て印象深いですが、何かこうタッチ、心にタッチするような、はい、さあ続いてどんどんいきたいと思います、はい、2つ目は大分の好きな場所はありますか？気になります。たくさんありますよ、はい、まあもう僕大分の大分川の近くで生まれたので、はい、あの帰ったらすぐいつも大分川に行くと、ああなんかそこの空気を吸うと、ああ大分に帰ってきたなって感じしますし、はい、あとは好きな洋服屋さんが一つあって、そうなんですか？そうなんです、あのディガウェルっていうブランドがあるんですけど、はい、それがあの大分出身の西村さんという方がデザインされている服で、はいはい、なんか同じ同郷の方のデザインしている服って嬉しいじゃないですか。だからまあ東京にも店があるんですけども、はい、その服をウェルズっていう服屋なんですけど、船井町にある、うん、そこの店には必ず行って、あの必ず東京でも買えるんですけど、大分でそのディガウェルっていう西村さんのデザインの服は買うようにしている感じです。はい、私もあの西村なのでちょっと勝手にご飯を感じておりますが、ぜひ行ってみたいと思います、はいはい、ぜひ行ってください、はい、ありがとうございます、はい、さあ最後3つ目なんですが、今後の活動予定などありますでしょうか？そうですね、今このコロナ禍ですごく、はい、あの劇場っていうのが去年封鎖されたりすごい大変な時期を迎えたんですけど、ようやくすごく去年の8月9月ぐらいから復帰してきて、ちょうど僕もあの去年の今頃の時期に中止になった舞台があって、パルコ劇場の東京の、はい、渡辺謙さん主演のピサロという、うん、あのお芝居があるんですけども、はいはい、ピーター・シェファーの作品のその再演が、5月から1ヶ月、はい、あの東京で行われるので、もう再来週ぐらいから稽古に入るんですけども、はい、あのそれに向けて、まあ、30回公演ぐらい近い公演あるので、うんうん、体調に気をつけながら何か頑張りたいなと思ってますけど、はい、私大分にいますが、ぜひ一度東京で舞台拝見したいなと思います。ぜひぜひ、ありがとうございます。いつかいらしてください。さあここまで中継で今日から始まった展覧会ご紹介しました。ぜひ皆さん多くの方々に足を運んでいただきたいと思います。皆様のお越しをお待ちしています。安井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。